はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日はね、26日9月のね、楽天モバイル大規模通信障害後使い物にならないという投稿がありました。こちらの投稿になります。2時間前の投稿になります。楽天モバイルは今月中旬に起きた大規模通信障害以降、つながりが PHS 並みになって使い物にならないというところです。で、今月中旬の大規模通信障害というと、これではね、9月の11日午後3時25分から復旧が6時20分ね、ということで、まあ、ここぐらいしか報告ないんだよね。他になんか大規模なんて何かあったような、原因は何でシステム障害かいって、なんか原因は調査中とかなんかね、おじい確か悪い理由だと思う。多分これのことだと思うんだけど、ね。で、まあ、一部のお客様のデータ通信のご利用と、楽天モバイルの申し込みに関して、障害がありましたよということなんだね。で、まあ、電話、ボルテのご利用には影響はありませんよということらしいです。まあ、システム障害ということなんだけど、さあ、これ皆さんのところはどうでしょうか。まだね、おじ、まだ早いか。まだ早いな。もうちょっとしたら楽天モバイル申し込むけれども、今ないんでね、確認のしようがないんです。ね、今現在楽天モバイルを使っている皆さん、ね、この9月の11日の大規模通信障害以降、それからずっとね、調子が悪いって方、ね、つながりが PHS 並みになって使い物にならないというね、そんな方がいるでしょうか。まあ、PHS を知らない世代もいっぱいいるしね、もうね、このおじいもね、PHS 使ってたけども、PHS 通話で使ってて、PHS の時代って、なんか、そんな、E メールみたいなのも使ってなかったよね。E メール、インターネットのなんか、なんか E メール、PHS の時代って、なんだっけ、なんか、おじはないね、つながりがとかって、わかんないな。PHS は通話でしか使ってなかったし、データ使ってないんだよ、おじいは。ね。なので、文字が何文字までいくらとか、ね、絵文字が使い使えないとか、なんか、その後にインターネットがあって、E メールとかって出てきたと思うけど、PHS の頃って、E メールってなかったと思うんだけどな、あったかな。E メールね、どうなんだろう。でも、PHS 並みって言うけど、PHS のつながりがって、わかる？ネタかな？つながりが PHS 並みって、でも今回の障害は、通話には関係ないってことだからね。何がつながりがあって、これつながりって何だろう、電話のつながりなの、それとも、IP で楽天モバイルの楽天リンクのつながりがってことなのかな、どうなんだろう、あれじゃないの、iPhone 使ってるからじゃないの、違うかな、なんだろう、ちょっとこの、何のつながりがあるか分からない、大体ね、一番重要なところをね、隠すんだよ。こういう投稿って絶対にね、だからね、楽天モバイルは今月に起きた大規模通信障害以降、つながりが PHS 並みって分かる？おじい分かんないんだよ。だから具体的にないじゃん、なんかつながりだ、つながらないってことだから電波が立たないってこと？だったら電源切ってもう一回やらせるとか、機内モードにして戻すとかなんかやってみたらどう？だから速度が遅いとかじゃなくて、つながりがだからつながんないってことなんだね。だから電波が何にもってことなんだね、うん、どう他の皆さん、おじいのとこに何にもそういう情報来ないからさ、分かんないよ、うん、もう楽天モバイルファンの方、おじいのチャンネル少ないのか、それか前は結構あれアンチ許せねえっていうアンチ楽天モバイルがいっぱいいたから、今平和だからあれかな、そういう情報ないのかな、
こういうなんかマイナス情報ってないよね、不思議と。楽天ガーナこうだっていうのをねえ。こんだけでね、まあ、ある程度何人かに聞いてみないと真相はわからないね。まあ、何かの思い違いとか端末が悪いとかね、なんかこういろんなことが考えられるし、そこで都市伝説がまた一個生まれるってこともあるからね、うん、なので、まあ、おじいにはちょっと意味わかんない、つながりが PHS 並みって言ってもおじいちょっとピーンと来ないんでわかんない。おじい PHS はボーダフォンとか使ってたと思うんだけど、つながりが PHS 並みってよくわかんないな。でも PHS 結構超高、そんなつながりがどうのこうのってなかったけどな、全然調子良かったよ。どういうことかな、つながりが PHS 並みになって近くなって、どういうことなんだろう、ちょっと意味わかんねえな、うん、誰か解読できる方ね、投稿お願いいたします。というわけでおじいはね、お腹すいたんで今からねおなし焼いて食べます。またね、バイバイ。